だって物事は何の前触れもなく突然起こり、突然過ぎ去っていく。何それ？夜家に帰ったらいたんだな。どうするんですか？話してること分かるの？行きたいよ、俺行きたいよって言ってます。なんかうまく言えないけど意外と優しいね。でもな、生きたまま潰されちまうんだぞ。じゃあまた。すごい風。人生はいつだって平等に不条理だ。私たちはただ